大晦日2部スタート。はい、2部スタートです。はい、さっきは40分ぐらい喋りましたけど。40分やった。はい、40分やりました。結構喋りました。大晦日特別スペシャルということで。特別スペシャルもうないよ、はい、そうないよそうないですね。そうない、はい、いつも、ね、はいはいはい、さっきあの、うん、第1部では大晦日恒例のコメントを見なかったので、この第2部では皆さんのコメントを、ね、スタートしようかな。いやもうね、このね、カズラジはね、はいはい、かそってるのよ。かそってるんですか野球の話せえへんかったら皆さん興味ないので基本で。僕ね、でも野球の話するより、はい、人のなんか普通の話聞いてるのが好きですけどね。ね、うん、まあ、野球の話の回ともう全然ちゃうもん。10分の1ぐらいしか見てくれない。でもよくないですか、この小さいコミュニティでしっそりやるの結構好きなんですよ。そうそう、 あなた のほらインスタライブもさ、はい、夜中のインスタライブもね、あれもこじんまりとした、そうですね、あのコミュニティでやってますけどね。やっぱり夜中がいいなって思いましたね。夜中のがいい、やっぱり、はい、昨日ちょっと中途半端な時間にやったんですけど、ね、そうですね。そうね。さて、じゃあちょっとコメント読んでくださいますか。はい、いやもう楽や、読んでくれんねんね。お名前がちょっと書かれてない。パパバカボンさんです。パパちょっとアイコンでわかるね。大前さん、お疲れ様です、はい、私も昼夜逆転の仕事ですが、毎日欠かさずカズチューブ、カズラジを拝聴しています。昼夜逆転大変やね。大変ですね。今年は私事ですが、病に倒れ、あら、ま、1ヶ月ほど入院していましたが。1ヶ月か、長いですよ、1ヶ月。大変ですね、大変ですね、ね。このカズラジで大前さんが私のリクエストの歌を歌っていただいたのには感動しました。何を歌ったか覚えておりませんでも大前さん歌われて感動されたと。また入院中、入院中は野球の方も心の支えになりました、はい、ああ、よかったですね。勝ちましたからね、今年はね。今日も夜勤ですので。あ、ほんま、まあ、昨日かな、これコメント、うん、はい、うん、今年のコメントはこれにて終わらせていただきます。今年1年ありがとうございました、うん、ありがとうございます。はい、ちょっと待って、今ね、はい、ピロンって言って取れてるかな。あ、取れてる、ごめんごめん。ありがとうございました、はいはい、パパバカボンさん。パパバカボンさん、ありがとうございます。そうなんや、お仕事なんですね、頑張ってください、はい、ね。まあ、でも大前さんのそのリクエストで歌ってます。何を僕歌いましたかね。僕は分からへん、もうなんかもういつも適当になんか自分でやってるんですよあの暇な時に、ね、またコメントでじゃあ教えてくださったら、はい、ね、ちゃんと歌やろう、ね、今年も一年ありがとうございました。はい、今年もこちらこそありがとうございました。また来年もね、野球を応援してあげてください、はい、よろしくお願いします。はい、では続いて、あずきさんです。あずきさん、はい、いらっしゃい。はい、大前さん、今日もありがとうございます。あずきです。はい、もう選手名君に取り掛かる時期ですね。宮崎入りまであと1ヶ月ですね。私の大好きな鍋チューブの時期が近づいてきたなと嬉しくなりました。かっこ笑。鍋チューブで知ってる。知ってます、知ってます。お前さんが外出できなかったから、ひたすらこの晩ご飯で鍋作ってたんですね。そうや。それを YouTube でしたっけ、上げてた。そうや。YouTube でしたっけ。あの、Twitter か。Twitter の時に、ね。Twitter に上げてたかな、鍋チューブ。うん、ねえ。出ましたね。面白かったですけど。でも今年はでも外食多少できるんじゃないですか。あの、できますよ、基本できます、うんうん、でもね、やっぱりインフルエンザとかあるやん。そうそう、コロナとかはね、もう5類になって、でも、うんうん、あの、別に流行り病がなくなったわけじゃないんで。そうそうそう、5類になったから関係ないですね。関係ない、感染力には。かかったらしんどいですから。そう、まあ、その検査がなくなったっていうだけで。そういうことですね。で、規制がいろいろ解かれたっていうのはありますけど、うん、まあ、鍋チューブまたやりたいと思います。はい、あずきさんの、そして最後に、私もお正月に働いてくださっている皆さんに感謝して過ごします。そうね、そうね、本当にそうですね。電車動いてるのなんで、うん、そういうことですね。働いてらっしゃる方が、そうですよ、いらっしゃるから電車も動くし、うん、飛行機も飛ぶし、福袋も売ってくれるし、そういうことで福袋年末から売ってるのなんでやねん。あれちょっともう嫌なんですよ ね、 ね、何やねん。お正月からやろうぜ、明日に揃えて。もうめっちゃフライングやな。そうなんだ、オンラインの注文とかほんまやめてって思うんですよ。早いもん勝ちでやろうぜ。いや、あの、某あのタリーズとか言ってます。某タリーズさんはタリーズですよ。そうか、某コーヒーショップコーヒーの福袋売ってます。あ、売ってますね。ちょっと僕もなんかしっかり回ろうかなと思ってます。そうね、はい、ありますよね。続いて、琉球さん。琉球のおりたちさん。琉球のおりたちさん、もともと関西の出身かな、はい、で、沖縄に行かれて、あ、塾の先生やってこられて、で、また戻ってこられたの、こっちに大阪に。で、どっかの教室の塾、教室長やってます。すごい賢いことなんですね。大前さん、おはようございます。おはようございます。4時間前なんで、10時ぐらいだと思います、ね。はいはいはい、ありがとうございます。今年もあとわずかとなりました、ね、この1年も実況やカズチューブをありがとうございました。カズチューブね、すいません。もう今年は宮崎キャンプでお会いできできたんですか。うん、ホテル一緒だったんです。ああ、すごい、たまたまたまに、うん、お話できて本当に光栄でした。嬉しかったです。そして春からは関西に戻ってきて、うん、激動の1年となりましたが、なんとか無事に大晦日を迎えられてよかったなとほっとしています。そうですね。
ね。そうですね、無事で。でもね、塾の先生です。これからが本番なのよ。いやー、この3月に向けて。そう高校生ですか、教えてらっしゃる。中学生かな。ちょっとそれ僕存じ上げないです。まあ、それでもね、もう年が明けたら、もう2月はもう4月が始まってるしね。その前にまあ共通テストなんかもあるでしょう。これが受験シーズンですよ。いよいよ。キロなんでね。頑張ってね。頑張ってくださいね。それね、いいように導いてあげてくださいね。うん、はい。で、来年はさらに飛躍したいと思います。来年も大前さんの実況、カズチューブを楽しみにしています。教室長から次はもうなんかブロック長とかも、塾長じゃないですか。エリア長とかね。本当にそういうのになってください、ね。1年間本当にお疲れ様でした。良いお年をお迎えください。良いお年をお迎えください。琉球の俺たちさんでした。はい。はい、いいですね。続いて、ゆうたさん。ユータさんかな。ユータさん、オリックスファンですよ。ビーズガールズのファンです。お前、アイコンがビーズガールズっぽい。これはよく見たら。いいですね。ありがとうございます。ビーズガールズ、いい子たちですよ。もう2023年も終わりますね。あまり実感は湧きませんが、今年は大変な年でした。2月におじいちゃんを、5月におばあちゃんを亡くしたので、いい気分で新年を迎えることができないからです。なるほど、ね。まあ、そういう1年やったわけですね。立て続けにね、はい。自分にとっても勝負の年でした。高3になり、もっと頑張らないとと決意し、辛い時期もありながらも、なんとか乗り切りました。いや、素晴らしいね。頑張ったね。ね、はい。2024年は新しい道に進むと思うので、また一から良いスタートを切れたらいいなと思います。あ、大前さんも今年1年間野球にラグビー、バスケの実況お疲れ様でした。来年も大前さんの声でバファローズの試合が見れることを楽しみにしていますとのことです。まああればいいね、うん、まあそれはあるでしょうけど、あればいいね。まあでもあのね、今年高校3年生できっと次は働くのか、あの大学に行かれるのか分かんないですけど、ね、専門学校のいろんな道がありますからね、はい、本当にこの環境がガラッと変わるじゃないですか、うん、あの本当に緊張することもあると思いますけど、新しく楽しいことが始まるかもしれないので、ポジティブに、生きていってほしいなって思いますね。まあ、新しいスタートラインっていうのはね、うん、まあ、また真っさらなところからスタートになる、うん、もちろん不安もあると思いますけど、ね、案外過ぎ去ってみたら楽しかったなみたいな、そんなスタートも確かに、はい、多分きっとあると思うので、頑張ってください。頑張ってくださいね。はい、はい、ゆうたさん。続いて、坂井戸さんです。はい、大前さん、こんばんは。坂井戸です。こんばんは。カズラジバージョン配信ありがとうございます、うん、やっと見ることのできた神戸さんとのインスタライブ、視聴開始後およそ30秒でライブ配信が終わってしまいました。申し訳ございません。すいませんね、ほんまにごめんなさいね。量あるんですよね、はい、昨晩のやつですね、はいはい、難しいですよ、そうですよ、はい、このコメントを読んでいただく頃には、うん、おそらく2023年があと数時間で終わる頃だと思います。なるほど。今年もカズチューブにカズラジバージョンと1年間楽しませてもらいました。絶対入ってくるんですね。僕のね、実況じゃなくてね、僕の仕事、これメインじゃないですよ。これ仕事としては全く成り立ってませんからもね。面白いな、これ。思えへん、漏れなく全員書いてるから。僕 YouTuber でも何でもなくてね。はい、そう思えへん。 YouTube やってるけども YouTuber じゃないから。 YouTuber って YouTube で生計立ててる人でしょ、うんうんうん、そうですね。それを生業としてる人でしょ、はい、ちゃうもん。そう、仕事ちゃいますから、ね、だからさっきの、ね、方みたいに実況にカズラジェ言わしたいとかあるじゃないですか。坂井戸さんも実況書いてないですもんね。そうやもん。カズチューブとカズラジェありがとうございました。もう仕事ちゃうもん。面白い、はい、坂井戸さんね、いつでも辞めてもいいと思ってますよ、これ。でもなんだかんだ3年もう前にストップですよね。だから辞められへん、うん、これね、不定期にやってたらね、うん、自然消滅できるんですけど、毎日やってると ね、これね、やめづらい、ね、いやでも大前さん、出張先で負けてはるのがすごいな。そうや、東京のホテルでね、東京のホテルでもんな、筑後のなんか狭いホテルでもやってましたね、はい、すごいな。また数多くの僕のしょうもないコメントを読んでもいただきありがとうございました、うん、しょうもない、しょうもない。なるほど、はい。2024年も、はい、カズチューブやカズラジバージョンを生活の一部として楽しみたいと思います。実況やるって宣伝、全然生活一緒ですね。もっと違うことを一部にした方が絶対いいです。そうですね、それはそうですね。せやろ、はい、うん、それは推奨します。まあでもありがとうございます、はい。最後に、はい、羽村亜美さんとのコンビ、マイク一本勝負ダメですかね。何勝負するんやろ、マイク一本勝負です。何するんですか、羽村さんと大前さんとで、ね、んか勝負してほしいみたいですね。僕したくないっすわ。ちょっと待って、次ね、何、うん、なら、うん、中島玄也アナウンサーとのコンビ、実況一番絞りでも蚊です。何なら意味
味わからない。だから坂井戸さんは一番希望なのは大前さんと羽村さんとのマイク一番勝負が見たい。でもね、はい、その人ね、はい、この方ね、はい、坂井戸さんね、はいはい、よく神戸君の名前も神戸さんとこんなんやったらどうでしょうかっていつも書いてください。絶対にもコメントくださりますね。そうでしょう。これなんならっていうの面白いですね。中島健也なんならタイルありえないなんでやねん。そう、もう無理なら中島健也でもいいですよみたいな感じが面白いですね。面白いですね、はい、何してんだろう。でも松本変えてると思いますね。あ、そうかそうか、はい、宮さんにもそうなりました、はい、中島チェレッカ、はい、続いて絶対見てないから、ね、見てないか興味ないから続いて秀九九さんです。お、江坂でやってます。江坂ですよ、秀九九さん。江坂すごい。大間さん3122回目の配信、うん、カズラジバージョン、ね、ありがとうございます。2021年1月31日からのスタートからのトータルです。3122回目やったんですって。すごい、すごいでしょ。機能がすごい、はい、すごい。秀九九でございます、はいはい、よく存じてます、いよいよ今年も残すところあと少しになりましたね。そうですね。人や車の往来も少なく、心なしか静かな江坂の街です。どうかな。まあ、心なしか静かってことは十分危ないよ。もう体感しました。そうでしょ、分かってくれたから、はい、僕で言ってることが大げさやないと分かってくれたでしょ。本当に3回ぐらいちょっと危なかったですね。あんなわずかな間によ。いや、あれね、あの車運転してる方が素人やったら事故ってる可能性あります。あれ、あのほんまに、はい、僕やったら危なかったですよ。そうやろ、はい、あのさっきも話したけど、はい、あの教習所のシミュレーションマシーン の, そうそうそう、あの練習みたいな、こんなとこから出てくるかみたいなのがね、すごいよ。それもさ、こっちに車来てるかもしれないっていう感じで出てけえんでしょ。そうもう絶対何もけえへんっていう感じで堂々と来るでしょ。普通のスピードで、ね、物陰から。そう怖いわ。恐ろしいですね。何怖い。面白いですね、うん。昨日のインスタライブお疲れ様でした。すいません、本当にありがとうございます、はい、いつもありがとうございます。最初は音声の状態やつながりがあまり良くなく苦労されていましたが、うん、良くなってからは長時間楽しむことができました。昨日結局長い、だっていつも1時間でカットする、あれどういうことなの。分かんないですね。もう昨日、ね、もうそろそろ終わりやろと思って終わりになったもんね。最後結局だから1時間半ぐらいつなぎっぱなしできました、ね、うん、そうなんです。多分インスタライブ分かんないですわ。午前1時にやめましたからね、さすがに、はい。不確かなコメントばかりしてすいませんでした。そうちゃんと確かめてください。小泉京子さんです。このコメントを入れた後、所用で車で出かけます。きっと今出かけられてるんでしょうね。所用ね、まあ大晦日忙しいからね、みんなね、はい。YouTube ライブに間に合うか、参加できるか、ドキドキしています。YouTube ライブじゃないのよ、これ。ライブやめました、もう。撮ってます。でも、あの長い間あの、結構ね、スペシャルバージョンで、はい、年末スペシャル。はい、これ第2部です。2部ですよ。はい、続いて、最後です。牛子さん。牛子さん。昨日ありがとうございました。ありがとうございました。もう昨日遅くまでね、ごめんなさいね、本当にもうね。大前さん、こんにちは。牛子です。はい、こんにちは。あのね、はい、あの鳥取から来てくれはんのよ。あ、京セラに。京セラまで。で、ナイト終わってから帰ったら朝の3時とかって言ってた。車で帰るんですか。すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。大変でしょうね。あの娘さんがね、はい、子供さん何人いらっしゃる、3人いらっしゃるのかな。あの小6のお姉ちゃんがね、うんうんうん、水泳の選手なんで。あ、で、牛子さん自体もアスリートでね。あ、そうなんですか。うん、すごい方なんですね。そうオリンピックとかやってほしいけど、昨晩はインスタライブお疲れ様でした。とっても楽しかったです。細かいな。参院勝手に観光大使の牛子としてそうなんですよ。そう、勝手に観光大使、はい、あ、いいですね。ぜひぜひ参院へ遊びに来てほしいです。参院な、いいですよね。え、近いでしょ。そこから参院って、ね、好きですよ、参院地方。僕も大好きです、はい。カニや記念館、何気に美味しいし楽しいので、ぜひぜひ、うん、そうだね、そうだと思います。本当にお待ちしています。水木しげるさんのね。ああ、そうか、それもありますね。そうそう、あれ楽しいですね、はい。今年も楽しい配信ありがとうございました、うん。出勤時に大前さんのカズラジ聞くのが朝のルーティーンですそう、僕夜撮ってるんですけど、朝聞いてくださる方多いんですよ。ああ、なるほど、はい。あれも車の中で聞くのがいいかもしれないですね、出勤時から。ありがとうございます、車でね。うん、あの牛子さん、港湾関係の人。かっこいい。そうなんや、かっこいい。海が荒れると外国籍の船が入ってこなくても大変やっていう。ああ、あれは資格とか難しいでしょう。いや、どんなねお仕事されてるか分かりませんが、ね、でもそういう関係の仕事で、ね、大変ですよ。旅行を持ってかかってますね、はい。来年も変わらず朝はカズラジでスタートしていこうと思いますやめられへんかと聞いたらもう、ね、温かいコメント多いですね。そうでしょう。いや、まあ、あのね、数は少ないんですけども、うん、すごいあのヘビーリスナーっていう方がすごい多くて、うんうんうん、ありがたいです、本当に。
優しいですね、はい、年明けてキャンプもスタートすればまたお忙しい日々が続くと思いますが、お体にはお気をつけて2024年も頑張ってください。ね、年なんでね、もうね、頑張らなあかんのですけどね。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。で最後は、今日はおせち作りに高校サッカー応援と忙しいです。高校サッカーね、高校サッカーやってるわ。やってますね。昨日あの兵庫県、地元の兵庫県がね、神戸工業高校、神戸工業、あの仙台育英に4対0で勝ったんですよ。すごいですよね。まあ工業も強いけどな。まあまあ強いですけどね、仙台育英に4対0はすごい。サッカーで4対0って野球で言ったらもうほぼほぼコールドゲームに近い。そうです、そうですね。はい、僕も期待してみようかなと思いました。高校サッカーの歌知ってる？知らないです。ありましたっけ？そう、知らん。振り向くなよ、振り向くなよ、知らん。え、知らない。美しい戦い敗れても、歌詞適当です。君は美しいって知らん。え、知らないかもしれない。昔の歌やん。へー、そんなのあるんですよ。昨日、あの、今ありで言ってましたけど、うんうん、高校サッカーにも歌があります。なるほど。日テレさんなんですよね。はいはいはい、そうですね。そうです、そうです。お便りありがとうございました。ありがとうございました。2部、はい、亀井さん、ちょっとグレーです。よくグレーで、はい、さっきもちょっとヒント、ちょっと出会って、ちょっとなんかちょっ と, ちょっとあの行動、行動、ね、行動ネームつけたやつを、歌詞があるんで、なんか、ね、僕がね、手作りのね、素晴らしいな。素晴らしいでしょ、この手作りか、裏紙か、裏紙でね、裏紙やね、これなんかのロータリークラブのナレーションしたんだ。ナレーションやん。平成から令和に移り変わる中、少年野球大会も大和郡山ロータリークラブ学童軟式野球大会と名称を変えながら、1996年までより現在まで休むことなく開催されている。このやったらなんか、はい、あれ、こんなナレーション原稿の裏紙使ってます。ちょっと、いいやんか、はい、資源は有効に使わなあかんよ。そうですよ、はい。あのスピッツ、スピッツ、空も飛べるはず。ちょっとちょっとやって、はい、前奏ないですけど、はい。幼い微熱を下げられないまま、もういいね。神様のおかげを添えて、隠したナイフがいたわない僕を届けた歌で慰めた。いいですね。これ C だから原曲のコードと一緒やな。原曲の C やな。僕は YouTube の簡単コードを書き写しただけなんですけど、でもそう違うかな、これ歌いやすいからそうかもしれないですね。こう出ました ね。これでいきます。大川さん、この僕の手作り感覚が満載ですね。ちょっと待って、はい、ちょっと場所当てないと知らないですけど、あ、今もう一回やってください。ちょっと待って、僕もちょっと待って、これフィンガーピックなんで。友達さんのこれ金めっちゃかっこいいですね、これ。何が？ヤマハのこの。ヤマハ？はい、この金色の部分。この金色ペグやろ、ペグ。あ、ペグペグ。ペグ。全然違うわ。まあ、これはね、あの軽いからいいんですよ、はい。これはもうね。改造してもらったんですか？ちゃうちゃうちゃう、最初からもらおう。へぇ。どこどこやんのかい？あのサビのここです、はい、この 2行。はい、じゃあ行ってください。じゃあ、まず。はい、楽しい。え、セッションできました。ちょっと待ってな。そうやな、はい、これでじゃあ行くよ。流れたらずっと
初セッションしました。鳴らしただけよ。いや素晴らしい。こんな適当なやつ弾きますね。いやちょっともう今よく分からへんけど。よく分かった。ちゃんとずれてるんですよ、この辺も。ずれてるよな。ずれてる、はい。ちょっと分からへんかったけど、でもなんとなく分かります。すごい、さすが。ああ素晴らしいです。そうですよ。全部ね裏紙こんな裏紙に手書きで書いてる。素晴らしいな。それで練習してる神戸祐介はすごいなと思いますね。楽しいですね。いつもだからね、このカズラでちょっとすごくね、はい、あの著作権と戦いながらみたいですね。あのやってるんです。著作権と戦いながら面白いな。そうなんだ。で割とね、うん、あのやってもおおらかなアーティストと、はい、ちょっとやっただけで著作権に抵触するっていうアーティスト、アーティストごとなんですか。そういうのはどういう基準なんでしょうね。これはね、例えばさだまさしさん厳しいのよ。へー、これは関白宣言なの。あ、いいですね。お前を嫁に行くんやね。これやるだけで来るからね。このワンフレーズで来るんですか。うん、来る。難しいな。難しいね。さださんといえば最近ね、この10年ぐらい毎年、うん、あの、うん、年が明けて行く年来る年なんか正月に深夜番組されてるんですよ。やってるやってる。ひたすらフリートークするっていう、ね。そう。あれ結構面白いです。NHK さんね。NHK さんです。テレビやのにラジオみたいな。そう。最近あの年越しであの国技館でね。はい。あのライブサービスやってそのままそこでダダレコピーとかやってるんですよ。もう71。わあ、若いな。そう、元気やね。全然変わらないですね。だからまあそれこそ谷村さんがちょっとその時らしい。うん、あの辺の世代いいですよ。すごい好きな時に、ね、あの加山雄三さんをセンターに置いて、うん、してるバンドがあって、メンバーが10年ぐらい前なんですけど、加、うん、山雄三さんセンター、うん、脇に谷村慎一さん、さだまさしさん、ね、その森山良子さんやってたね。アルフィすごいね。すごいですよね。アルフィーが一番若いっていうね。まあ、アルフィーさんもすごいね。いやもうすごい年だもん。でもアルフィーも変わらへんね。アルフィーは変わらない。高見沢さんも桜井さんもね。桜井さん一番変わらない。あの人年齢不詳。あの人も年齢不詳。アルフィーかっこいいですね。かっこいいですね。アルフィーはすごいね。あの衣装を合わせる感じが全くない。3人ともバラバラ。バラバラ。いや、本番に出たかったらそんな関係ないよな。うん、いや、もう学生とかずっとやってるんですよね。そうですよ。ね、だからまあ、この年は、ね、音楽やるっていうことなんですよ。まあ、本当に、だから本番、はい、ちょっと言いましたけど、ボケ防止になりますんでね。おすすめです、これは。だから、そうそう、昨日言ってた、それこそ、あの、ほら、堀内孝雄さんのトークできてきて。ああ、はいはいはい。あれは、言ってた。これ、悩み続けた日々が、まるで嘘のように。心閉じたまま。こちらですね。いいですね。はい。こういうのをちょっとやってるんですよ、いつも。ああ、楽しそう。あのギターとピアノとかをやりながら。うんうん、ピアノついてればすごいですね。ちょっとずつしか弾いてないけど。あれもコロナ禍で始められたやつですもんね。あれ2020年の野球が全然始まれへんかったやんか。そうですね。あの時変わりましたもんね。あの時の島村楽器で変わりました。島村楽器で変わりました、ね。島村楽器で変えました。いや、すごい。かわいそうなピアノ。あの時、お前さんピアノ。